なんか俺アキネーターで出てくるらしいよな。びっくりしたよ。いや、まさかアキネーターで出てくるレベルまで成長してるとは思わんかった。でもアキネーターでは出てくるのにネタは出てこねえんだよな。いや、どうしようかな本当に。てか、ちょ待って、今日すいません、僕実はあのプレミアリーグ学園高等学校、通称 PL 学園高等学校のサッカー部の顧問で、今日あの試合組んでるんですよ。じゃあ今日その試合風景を皆さんにお見せするってことでも大丈夫ですか？あ、いいっすか。うわ、ありがとうございます。じゃあ早速あいつら呼んできます。それでは PL 学園高等学校サッカー部のメンバーを軽く紹介しよう。まずはゴールキーパーニコラス・ポープ2年生実力は波、セックスフレンドのことをポープ嬢と呼んでいる。右サイドバックはブラニスラフ・イバノビッチ3年生、ディフェンスはそこそこできるが後半スタミナが切れて穴になる。相性はブラジャー。センターバック右側はフィルヒル・ファンダイク2年生、ボール出し能力に関しては最高峰だが動きが大振りで個人的には使いづらかった。弱点は後頭部のお団子。センターバック左はデクラン・ライス1年生、センターバックとしての性能は普通、自己率は低め、実家はパン屋を営んでいる。左サイドバックはピエール・オーバメヤング3年生、センターフォワードとしては小回りが効かないのが難点、シュートモーションは特に遅い。ショッキングなことが起きた時ガボーンという。セントラルミッドフィルダーにはケビン・デブライネ2年生、パスがガンガン通せる上に大きな欠点がない、普通に優秀。顔を100回殴るとゆゆうたになる。そしてディフェンシブミッドフィルダーにはエンゴロ・カンテ2年生、フィジカルの強い相手からも十分ボールを取れる強さがある、とても優秀。将来の夢はプイプイモルカー。オフェンシブミッドフィルダーにはブルーノ・フェルナンデス2年生、パスでがっつりゲームメイクできる上に絶妙なタイミングで裏に抜け出せる有能選手、動力は820。続いてフォワード右からハメス・ロドリゲス2年生、ボールキープとパスに関しては一級品。毎日アスカ・キララのツイートでしこっている。ジェイミー・バーディ3年生、想像よりは呪い。裏抜けは割と強いがそれ以外が微妙。最近はうっせーわばっか聞いている。続いてジャック・グリーリッシュ2年生、全体的に普通のチャンスメーカー、ドリブルがちょっとしやすい。着用しているソックスはお姉ちゃんのお下がりとのこと。続いて控え選手の紹介に参りましょう。ハリー・ケイン3年生、オフ・ザ・ボールの動きが抜群でパス後の突破力も高い、非常に優秀。実は元キューピーちゃん。ラウル・ヒメネス2年生、ポストプレイヤーだが状況を見て裏に抜けてくれる、若干クライファートっぽい。ゴリゴリの中二病。アラン・サン・マクシマン1年生、守備陣に切り込んでいく強さはあるがシュートが決まらない、相性はマンさん。ルベン・ロフタス・チーク1年生、自称キスマ。ウィルフリード・ザハ2年生、パリピ。アダム・ララーナ3年生、元キャッツ。オリバー・マクバーニ1年生、ストロングゼロ。また今回ベンチ外となった2人は私立アジア大草原深飛高校に留学中とのこと。さあ、歴代最弱とも名高い PL 学園高等学校サッカー部の男たちは勝利という名の勝利をもぎ取ることはできるのか。まもなくキックオフです。さあ、というわけでプレミアリーグ学園高等学校サッカー部やってくるんですけども、このプレミアリーグ学園高等学校サッカー部非常に弱い今までで一番弱い。マジで勝てん。ちょっと勝てればね、寝んとこっつうか3時ぐらいからゲーム始めたら寝た5時、やばいやろ、どんだけ負けるんやということで、もう昨日の夜ガンガンに沼にはまった状態ですごいモチベーション低いんですけども、今日はさすがに勝っていきたいと思います。とりあえず行きましょう。まあ、とにかく調子が悪いやつが非常に多いんで、そこだけはなんとかカバーしていただきたい。お、めちゃめちゃいいやんけ。おい、ほんまに強いタイプのやつらばっかりや。いや、待って、ハリケーンが調子。ちょっとハリケーンさすがに使おう。あ、待って、ハリケーン使えたとこに使う。え、ここ。あ、待って、こっち。グリアリッシュ使いたい。待って、どうしよう、どうしよう。あ、もうこのまま行こう。完全にコーチの実力不足が露呈した、やばい。30秒とか短すぎんか、おい。キューピー3分クッキングの6分の1やぞ。行くと、このデクランライスとかガンガン行って、それ以外の人間がガンガン引くと。そう、あ、みんな集まれ。みんな集まれ。こういう時のプレスの甘さが出るよ。こういう時にプレスが甘くてが、PL 学園高等学校サッカー部は何度も何度も
の勝利を逃してきたよ。はい、早く早く行けて、ボール蹴って、よしよし、気持ちで戦おう、気持ちで。うちの高校のやっぱその攻撃方法というのはポゼッションやから、あんまり前にガンガン急ぐんじゃなくて、ちゃんとボールを繋いでいくと。カンテで、ブルーフェレうまいで、ケインで、ケインはワンパがうまいから、そうワンパで縦抜けて、この距離から全然入る、ドーン、あれで、ブルーフェレが前向きたい、ブルーフェレが前向けたら最高、前向けたね、打てる、うわ全然入んねえ。とにかくうちのチームには決定力がない、シュートが決まらんのよね結局。いやでも結構なんか制圧できてると、なんかボールもガンガン奪えるし、相手の攻撃が前かがりになってますね。ダブルタッチだ。いやー失敗。あーその後ヒュー。いや、カンテって最高。マジポジショニングがね、ボールが寄ってくるから、ボールに愛されてます、彼は。いいサッカー選手はボールに愛されて言うからな、ハンターが動物に愛されるように。で、大体ね、あの傾向としてはこの辺にあるんですけど、ファンダイク行くな、お前は行ったらそうなる、なぜか知らんけど、こいつはヌルヌルする。ようわからんけど、フィジカル売りにしとんのにな、ボール取れるか、相手に何の影響もなく終わるか、どっちかっていう。0か100、一撃必殺技みたいな。あの、角ドリルみたいなやつ。ちょ、デブラインで行こう。危ない。これは、おー、危ない危ない。おい、まあ、バカ、お前。キーパー、すってくんのよ。プリウスか、お前。裏から忍び寄んな。オーバメ。はい、ナイス、オーバメ。サイドバックがだんだん板についてないわ。ラインを保ちつつ、そう、狙い、狙い、狙ってけ。お前、突っ込め！ここだ！切り返すのが分かっていたら、お前でもボールが取れるぞ。取れるだろう！今のお前の責任や。俺は悪くない。ブルベラありがとう。ブルベラはもう、攻守にわたる剣士がすごい。はめす！いや、はめれない、それじゃ。いやーでも0対0で、まあパッと見な、あれ調子悪いんかって思うやん。バチクソ調子いいです。まあ、絶好調やからさすがに使ってやるかどっかで。いや、もうこれ使おうか、オフェンシブ。いやー、ブルードウェルなんですよ、このチームの心臓や。なあ、取り外すの難しい。いや、キムズジムザみたいに心臓いっぱいあったら別にええけどさ、1個しかないから。でもラウール・ヒメネスちょっと使いたいな、これはさすがに。ということで、ラウール・ヒメネス使おう。ラウール・ヒメネスセンターフォワードのハリー・ゲンがセカンドトップ、これでいこう。で、オリバー・マクワリはひたすら酒を飲むと。それでいきましょう。PL 学園高等学校で聞いたらさ、なんかおしゃれなサッカーしそうなイメージあるやん。全然気持ちじゃ戦う。ナイス！そういうこと、たまには絶対負けない。ファンダイク、落ち着けよう。ここだ、ここだから、そうそうそう、ここをしっかり見て、河原ハイツ、ルンメリに決められる。これ何回もあります。ルンメニゲに決められすぎてからもうルンメニゲのルノジ打った瞬間にうちの部位震えるから。サイド。今のビッチ。いや、ここきつくね。いや、いった。ラリーベス！あ、オッケー、ナイス、うまい。で、ここで、ラリーベス！そう！前に出れる、こいつは！いや、入らん！マジでせいや、入らんび！よし。ハメロ。ハメロさん。ハリケーンさん。あ、待って。これハメロさん行ってもらおうかな。待て、ダウルイメージでボールキープしてもらおう。こいつね、フィジカルも強いから結構ボールキープできるんだけど。そうそう、でかいでかい。デブライネ、ブルベレ、ここ。うまい！ブルベラが来るまで耐えろ！はめず！はめられる！くそ！ボール持って3秒ではめられた。くそ！やばい！もう、こうなったら止まれ。来い！ポップ！あー！いや、待て。こういう窮地な時こそ。オフェンシブミット、違う、攻撃の枠を増やせ、ここで。決めです！バレてない！あ、ちょ、待て。ぽかったけど。来た！これは決める！うわ、くそ！出ろ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 ！やーい！マルテン出ろ。コーナーキックになってしまいましたね。我々プレミアリーグの人間は皆フィジカルが強い！当たり負け！いやあ！しっかりボールを繋ぐ。俺たちはパスがとにかくうまい。だからそのパスのうまさ、しっかりと活かしていこう。ブルベレ、うまい。で、ここで、ハメス、いい流れ！そこだ、ハリ、ブルベレ、そう。で、ラウリメス、あ、ラウリメス、トラップでかい。出して、偉い！それ出せるわ！結構でかいよ。で、ハメがボールを、あ、はめられた。もうはめられまくっとるわ。何がハメスやハメラリスに変えとけ、名前。時間がない。ラウリメス。うまい。ハリケイン。ここ。で、ハリケイン。ここ。次の試合に繋がる1点取ってくれ、ハリケイン。頑張れ。あー、うちのエースが。いけー、くっそー。これが、PL 学園高等学校サッカー部の日常だった。はい、というわけで試合見ていただいたんですけども、どうですか、皆さん。すごくいい試合でしたよね。だって0対2やで。めちゃめちゃいい試合やん。高レートの人間に対して0対2で試合を終えれた。シュートもたくさん打てた。もう最高の試合でした。マジでもうあの、プレミアリーグ学園高等学校サッカー部始まって、一番いい試合やったと言っても過言ではない。そんなうちのそうそうたるメンツ紹介していいっすか？まあ、守備。ここはね、過去最弱。いや、マジで俺ファンダイク超苦手やわ。なんかやっぱ動きがなんか重いよな、のっそーみたいな。まあ、でも動かしづらい分その分パワー持って確かにね、敵からボールを奪い取ってくれるんやけど、なんかたまに全然パワーない時あって、後ろからドーンって取る時もあれば、なんかピニャって引っ付く時もあるんやって。だからもうその守備の中心人物であるファンダイクを使いづらいって言える時点で、もうこのディフェンスライン穴だらけ。もう女性の股間みたいになってる。穴しかない。攻撃に関してはパスがガンガン繋がれば割と攻めることはできないけど、とにかく入らん。
ほんまになんかゴールキーパーにバンバン弾かれるしみたいな。でもこれ分かったやて。なんでこんなことになってるかっていうと、令和チャンネルが昨日までフォルラン付けやったんやて。フォルランルンメニゲ付けの人間が、急に FP の普通の能力値の人間使い出したらもうこうなる。昨日までグレランぶっ放してるやつに普通の銃渡してもこうなる。だこれに関しては正直俺が悪い。もっとちゃんとボールを回して、フィニッシュまで丁寧にやるというか、そういうなんていうかな。アイブからしっかりやって、おまんこの湿度を高めて、ゆっくり丁寧に挿入する。そんな感じの気持ちでやっていこうかなと思います。いや、次は絶対勝つわ。まあ、今までは、試合の内容が良かったら、ナイスプレイ、ナイスプレイ寄ったけど、もう今日からは勝利が全部クソだと思ってやります。PL 学園生まれ変わりました。おお前ら、今から綺麗なプレイとかいらんぞ。勝てればそれでいい。勝利だけは全て、勝利徹底主義、行くぞ。ああ、核がマスターオブセレモニー死んだ。やばい。ほんまに、あーまあもうこれ行くしかないか、これでさすがにくっそ。しかも相手も4トップとかや、もうボコボコ確定じゃこれ。ひどいよ。オバメ。はい。まあいいな。まあそもそも本職はセンターフォアなんでね、ボール回しに関しては全く問題ない。で、いい感じに上がってきたブルーノ・フェルナンデス。で、あとは、ここのバーディー。これはこれはジェイミー・イーグルバーディーのその先。おいおら、ご自慢のカリコはどうした？その前にこっちが点取っちまったぜ。おい、はい、デクラライス。完璧。そらだみんな集まれ。おい、なんでデクラライスやってるんや。集まり、叩いて戦え、お前ら。クローズの雑魚敵みたいに。おい、ここ頑張れ。よしよしよし、肉壁、肉壁。お前たちはウォール・マリアや。な。人間の壁や。ほら、地ならし、地ならし。みんな地ならし！早く！なんだと、ルーズボールに対する対応がルーズすぎる。そういう意味じゃない、ルーズボールって。噛んで、立て、うまい、バーディー。あ、こっち、甘いね、バーディーは抜けるぜ。くらー！ああ、何やってんの、あなた！入れなきゃ。それはジェイミー・パー。もうゴールキーパーが親の仇とかなんかやるの、多分。そういうシュートやったね、今の。おまめ！お前の本職はなんだ？センターフォワードだ！いけー！あれ、ボールか。やばいやばい。はい。ハンダ行く。いや、めちゃめちゃやられとるやん。もう、むちゃくちゃ、敵戦力流れ込んどるやん。本能ちか、うちは。えぐかったぞ。大奇襲食らっとったり、今。でも全然ボール回しとるから。しかもゴールにも全然迫れとる、カンテ。しかも相手はね、守備力が大したことないから、この、あれ、これ、殴り合いってやつですな。ノーガードの了解した。バーディー決めてやれ！へぇー！殴り合いなら大歓迎だぜ、これ！このオロチドップも付き合うぜ、ほら、ノーガードの殴り合いしようや、ほら、ハメス・ロドリゲス、ブルーノ・フェルナンデス、縦にパス出す。で、バーディーからのバーディーが開くということでね、もうちょい守備に気をつけた方がいいぞ。はーい、これはジェイミー・オールインワーク！待って、アランさん・マクシマンおるやんけ。アランさんマクシマン使おう。アランさんマクシマンはマジでもう突破力エグいけん。で、ここで、なんと令和チャンネルとんでもなくやっちゃいます。それ何かっていうと、オリバー・マクバー、あー、やめとこ。お前酒飲んどけ、ベンチで。ブルベレー、ジョーデ、ゲップルゾー。あ、お前ゲップルゾーやから、待て。オーケー、ありがとう。この状態、お前俺にゲップさせたことを後悔しろよ。ハメス、貴様の道、ここで、バーディが落として、その後に、ブルベレー、マジで、あ、うまい、あー、なんか、後ろの間に、選手たちが自立したどう考えてもそういうの向いてない。デブライにボール出しもできるのか、こいつ天才やな。で、フライスルーパスもお手の物。ジェイミー・バーディ、かきっこなら負けません。負けました。初めての敗北。4対 1？ おい、俺たちが4対1だと、浮き足立ちすぎて、マジでドラえもん。やばい。あ、危ない。まあ、バーディスピードだけは止まるときの空中戦もお手の物。さすが収めたな。で、ハメスがワンパー。で、その後にハメスがボール持って、で、こいつはね、ボールキーパー全然できるわけよ。はい、取られても取り返す。これが3秒ではめ返した。これがリベンジボルトだ。蹴らない、蹴らない、押さない。あ、やべえ、ファンダイクが突っ込んだら大体こうなる。皆さん絶対やらないように気をつけましょう。あ、やばい、見られてる。はい、早く、危ない。あー、やられたまあいいさ、1点ぐらいくれてやろうじゃないか。なんだって俺には2点の貯金があるからな、マクシマン。突破だ。マクシマンはちなみにマジで強いよ。マクシマンマジやから。マクシマンはマジ。こっからもガンガンいけるから。あ、いや、突っ込め突っ込め突っ込め。ここは突っ込んで、そう、ワンダイク、そういうことよ。お前らしいディフェンスだ。よーし見てけ、へっ検証結果、カウンは辛い。以上